こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。お昼に配信をします。ありがとう。唇色ないよ。お、よくお気づきで。そう、まだ塗ってないんです。目だけやった。ほんと、目だけしかやってない。目もやってない方。まつげだけや、今まつげだけやって、なんか気分です。まつげの気分だったか、まつげだけ。あげました。ちょっとじゃあ口色ないのはちょっと血色悪いので口だけ塗ろう。なんかメイク配信でもいいかなと思ったけど、今ユーナもメイク配信しててみんなメイク配信になっちゃうから。唇の皮がポロってむけちゃった。これ美味しいリップなんです。甘い。ちょっとまだ足りないような気もするけれども、キャップ、あなたは私の唯一の推しです。ありがとうございます。お昼休みだから少しだけ見る。お、ありがとう。そうね、みんなお昼休み今、それともお家夜勤とかの方もきっといらっしゃると思うんだけど、どんな感じ？みんなどんな感じ？今日はお仕事デイ？お休み？休憩？お腹空いた時よかーって食べませんちょっと食べません。でもなんかね、名前が多分食べ物の名前なんだよね。読めないけど、また読めないシリーズきた。ピオニーズ、巨峰だった気がするよ。なんか違う気もするけど、今お昼休み、お昼休みか、ちょうど。そうそうかなと思って12時にしました。調べてみよう。イハの羽もたくさんありがとうございます。ラーメン食べてた、いいな。お昼休みにファミ入れて幸せ。ゆっくり休んでってね。ありがとう、見に来てくれて。あ、全然全然さ、これこのリップの名前食べ物じゃなかった。巨峰かなとか言ったけど全然巨峰じゃなくて、
あのこのお花なんて言ったらいいかな、ボタンか、ボタンの花、かわいいやつ、イハ好き。これあ、そうこのね、なんかよく通りそうない、ボタンです、かわいい。これボタンらしい、ボタンっていう色だって。毎日勉強してますよ私、英語。1日1英語くらい学んでそう最近。こっちも重ね塗りします。ほぼメイク配信。これは匂い次第。これを塗ると一気に口がピンクになるから、ちょっと見てて。伝わらないか、うるってした。わかる？これ多分鏡で今やってるのか。わからない。うん、いや。いや。ゆは、あ、伝わってたらいいな。バッチリ。バッチリではないんですけど。とりあえず。なんとか目と口だけ。うん、唇に花が咲きました。そう、これはピオニーだから。お昼配信めっちゃ久しぶりな気がする。多分気がするんじゃなくて久しぶりだ。1時間くらいできたらいいかなって思ってます。あ、でも違う、当初の予定は30分だったんだけど今悩んでます、どっちにしようかなって。みんな何時まで休憩ですか？休憩だったりいろいろあると思うけど、ちょっとずつメイクしていく配信にしようかな。だいたい13時、夜勤なのでいつでも。なるほどね。でも寝なきゃいけない。あ、だいたいやっぱ13時か。じゃあ13時くらいまで、じゃあ間を取って45分にしようかな。あとの15分とかはずっと休んでてください。こんにちは。ちなみにみんなはお昼ご飯食べましたか？
ゆうははまだ何も食べていない。今食べてる？こんにちは。ありがとう。これからみんなこれからか。何食べるの？冷やしうどん食べました。うどんいいな。いやさ、あのさ、あれ食べたいんだよね。丸亀製麺のなんか新しい味のシェイクうどん、明太クリームみたいなやつ食べたい。何食べてほしい？何がいいかな。おにぎり。あ、今からおにぎり食べるよ。ナイスナイス。おにぎり食べたい。うどん食べたい言ったり、おにぎり食べたい言ったり、いろいろ。サンドイッチ食べてる。おー、いいね。サラダとピザいいな。何食べようか悩んでる、何食べようか悩んでる人はみんなおにぎりがいいんじゃない。お昼だし、ラーメンでもいいと思うよ。でもラーメンをさ、お仕事のところで食べれるものなのかな。こんにちは。いや、漬物食べた。今日はまだ食べてないんです、漬物。あのね、今日は朝起きて歩きに行って、歩きに行ってちょっと家で運動して、何もしないでもう一回寝ました、9時くらいに。雨大丈夫だった。そう、大丈夫だったんです、奇跡的に。あのね、全然、めっちゃ早朝に行って5時半とか5時半に行ったから、全然雨なんて降る気配なかったし、すごい晴れて、なんなら晴れてたのね。しっかりあの日焼け対策もして行ったんですけど、そしたらそれで、そうそう、まあ散歩に行って、普通に9時くらいまで、全然9時くらいまでってか、ゆうはが寝るまでか、何時に、正確な時間は全然わからないけど、そう、ずっと晴れてたのに、なんか目が覚めたらすごいなんか外がどんよりしてる気がするぞって思って、カーテンも全部閉めてたんだけど、なんか重たそうな感じがするなって思って見てみたら、めっちゃ土砂降りだった。びっくり。雨嫌なのよ。雨嫌なんだよね。あ、めっちゃ土砂降り降ってる今。そう、雨嫌なんですよね。どこにもさ、移動する気になれなくて。ね、めちゃくちゃ雨降ってる。そうだよね、めっちゃ今めっちゃ雨降ってる。風も強い。風も強いのか。これは困った、困りましたね。やだよ、雨やだ。よかった、でも今日朝散歩行けて。
バンダイも降ってる？もうみんな降ってるんだね。お昼珍しい。そう、お昼珍しいです。ちょっと目がぼやぼやする。ちょっと待ってね。最近多いんだよね。治った。うん、大丈夫、ありがとう。大丈夫、あの、なんでかわかんないっけ。めっちゃ雨だな。雨を感じる。瞳がうるうるしてない？してないよ。わかんない、してない、してたい、したい、キラキラの目になりたいです。今日はまつげを頑張ってあげてみたから、見て。ほら、今まだ揚げたてだから多分落ちない。でも最近ね、気づいたことがあって、ロングマスカラを今まで使ってたのね。長く伸びるまつげが伸びるマスカラを使ってたんだけど、ママからボリュームが出るマスカラをお借りしたんですよ。そしたら、もしかしてボリュームの方が合うんじゃないか説が浮上しまして、これは今ロングロングタイプ。そうだけど、そうママが持ってるから全然それ以降使えてなくて、そうなんです。魔法のマスカラがあるの。そうなの、まつげがもっと、まつげがもっとバサバサになるものがあってね、そっちの方が良さそうだったから、今度そっちを使ったら見せてあげるね。違いを見てみて。あ、まあ多分分からない程度だけど、ちょっと見せる。仕事に戻ります。頑張って、いってらっしゃい。ありがとう、見に来てくれて。長さはあんまり出ないってこと？いや、長さも出る、かつボリューミーになる。いいね、一石二鳥。こんにちは、ありがとう、来てくれて。右と左で塗り分けてみれば比較しやすい。確かに、こっちがロングでこっちがボリュームですって言って、
でも今の時点でなんか目の形がやっぱ右左違うから、すごいこっちの方が長く見えるよね。早いな。ファシオとか、いやファシオではないね。何だったっけ、忘れちゃった。あ、忘れちゃった全然わかんない。こんにちは、インドネシアから来ました。おー、ありがとう。ハローハロー。そう、なんか何話そうか忘れてたんだけど今思い出した。そう、最近結構配信をするじゃないですか。そう、配信ができてるから、なんかでもどういう配信がいいかなと思って、何したら楽しいかなって思ってて、それをみんなと会議しようと思ってたんだ。イハちゃん見てたらカップ麺飲めた。それ早く食べな早く食べた方がいいよね。シルバニア開封楽しかったもんね。こちらは見てるだけで癒されますありがとう。ラーメン配信いいね。いつかやりたいけど、あんまりさ家でラーメン食べることってなくって、でもカップラーメンとかでもいいか。昨日みたいに歌聴けると嬉しい。おー、やっぱ歌どうなん、いいん、聞きたいですか。他愛のない話で楽しいよ。ありがとう。そう、なんかそういうのが結局楽しいから、たまに特別なことをするくらいでいいのでは。そうね、それでいい、それでいいならそのまま行かせてもらいます。可能ならばいつも聞きたい。ありがとう、そんなに言ってくれて。全然いつでも歌いますよ。テーマ縛りで歌うのもありかもね。あー、いいね。夏とか可愛いとか。こんにちは、ありがとうございます。ゆはのしたいことをしたらいいよ。ありがとう。結局そうなるか。まあなんかそう、みんなに楽しんでもらえるようにしようと思っております。はい。あと北村ゆうはのしゃべりを上達させる配信もいつかしようと思います。なんか何かテーマを決めて話す。ゆはが楽しんでるのみたい。ありがとう。めっちゃ眉毛が今ピクピクしてた
ありがとう。イーハンの目線はうちらに近いからセレクトで上がりそう。なんかそれ言っていただけることで、そこ来たかーっていう曲を結構歌いますね。そうだよね、あんまり NGT 以外の歌も歌うの、歌います。逆に NGT の方が少ないくない？少ない気がする。他のグループの曲を結構歌いますね。何の絵かわかんないけど、今日も1曲2曲くらい歌える。こんにちは、ありがとうございます。テロップつけようと思ったのにつけるの忘れてたけど、何つけたらいいかわかんないから。雨だね。雷鳴ってる。雨だけでせめてやめてくれたらいいのに。雷打ち消すために歌うか。よしよしよし、そうしよう。雨なんて吹き飛ばしてしまいましょう。いつもイヤホンがおかしい。よいしょ。何にしようかな。なんかなんか1回目使おうとした時と同じ状況になってる。あ、これ対応していませんって出ちゃう。充電何パーセントあるかわからない今。ちょっと見てみてもいい？見てこようと思ったけど、どこで見れるかわかんなかった。こっち？これでいいです。大丈夫、多分できるはず。OK。映像がちょっと止まったり戻ったりしてます。多分それは私のせいです。いっぱいその対応していませんとかの表示を出してしまって、それで多分止まりました。今大丈夫？そう、操作ミスでいっぱい止めてしまって申し訳ないです。待って、雨っぽい歌。雨
雨の歌はやっぱり調べたらあれですよね。あるかない。雨の動物園にしようと思ったけどない、なかった。歌えるか心配だけどこれにしてみようかな。いけるかな、とっても心配。あまりこういう暗い曲を歌ったことに落ち着いちゃう。いいですね。降り始めた細い雨が銀色のどんちょうを下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋。待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら、アジサイも泣いていた。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。さささしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙。すごい苦しい。歌ってみる2番も。雨が好きなこの紫陽花は、晴れた日には目を閉じて遠い雨雲を思ってるのでしょうか。どんなに悲しくてもどんなにダメでも女の子のままいさせて。あなたと出会えた記憶の足跡忘れないわ。どんなに悲しくてもどんなにダメでもいつの日か思い出すでしょ。私の願いが叶わなくたって輝き続ける。でもでもの恋よ。こんなに会いたくてもこんなに好きでも目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ているこの場所から、こんなに会いたくてもこんなに好きでも振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙。深呼吸。あと
となんだろうな、そして意外と時間がなかったのびっくり。悩むな。ゆうなとか、春とかでもいいかも。なんかなんとなく、もう一個くらい歌いたいけど、どうしようか、何にしようかな。あんまり普段歌わない歌と思ったけど、それが何かがわからない。また息継ぎが難しそうな曲を選びそうになってしまった。これ好きだからこれにします。これも難しそう。ごめんね、君を好きになっちゃった。ベイビー迷惑だったよね。ベイビーベイビー気を使わないで。悪いのは僕だ。高いんだ。みんなの前ではっきりと言ってくれよ。彼がいるからのあなたと付き合えないって。そんな誰かがもしも君にいなくたって、僕にとってはそう諦めがつくってことさ。今考えてみれば成功率が低すぎる。学校で人気者の君と僕じゃアンバランス。ごめんね、君を好きになっちゃって。恥ずかしくなるよ、ベイビーベイビー。身の程知らずな、ブイブイブイ。夢を見た。あ、君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ。でも楽しかった、ベイビーベイビー。最後に言わせて、泣きたいくらい好きだ。この歌好きなんだよね。どうやって止めるんだ。あ、じゃあ、
さっき歌おうとしてやめたやつを歌います。あと3分しかないけど、ちょっと伸ばして、無理かも、無理だ、難しい、無理とは言わない、難しいと思うけど、歌うだけ歌ってみよう。あんまり普段歌わないけ、あ、待って、風色バス停君を待っていたって、絶対来ないと分かっていた僕さ、小高い丘の上、忘れ物のようなベンチ、帽子が飛ばされてあれからずっと探してた、奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ、バスを何台やり過ごせば運命が追いつくの、未来の恋人、ときめく理由が急にスピードを上げて、心のカーブを近づいてきたんだ、緑の木々たちに見つめられているようで、なんだか落ち着かない二人が、恋する確率、奇跡は間に合わないだろう、純愛はそんなうまくいかないものさ、わかんないには。慣れなくてもいつまでもここで待つ僕だけ恋人。何気に一番しか聞いたことなかった、ワンハースか聞いたことない。奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ、バスを何台やり過ごせば運命が追いつくの、未来の恋人。カラオケやってたら一生カラオケやっちゃいそう一生カラオケやってそうなんだけど、もう終わりの時間になっちゃった。今日は時間が有限にあるからもう本当にずっとやってしまいそうなんですけど一生はやめて、一生はやめときます。
いいな、楽しい。カラオケ、カラオケ行きたい。でもここで歌えるっていいよね、カラオケ行かなくても。一石二鳥、ユーハも楽しい、みんなも楽しい。またやります、カラオケ。じゃあ雨もやんだかな。絶対にやんでない気がするけど。謎の効果音をさっきから発してしまう。楽しかった。みんなお昼休みもう終わっちゃう？これから何するの？夜勤の方は寝る？これからお昼休み楽しかったですか？いいお昼過ごせましたか？過ごせていたら幸いですが、ちょっと雨弱まったよね。そうだよね、よかった。いいリフレッシュになった、よかったです。ありがとうね。じゃあ壇上を読みましょうか。はい、少々お待ちください。なんかバグってる。じゃあ読みますね。13位ダイヤさん、ありがとうございます。12位てれてれもさん、ありがとうございます。11位けいやさん、ありがとうございます。10位ノーネームさん、ありがとうございます。9位ひでひでさん、ありがとうございます。8位まこえもさん、ありがとうございます。7位いちおるさん、ありがとうございます。はい、よいしょ。6位ためひろさん、ありがとうございます。5位ギバさん、ありがとうございます。4位北メランド定住水道橋博士さん、ありがとうございます。3位 N さん、ありがとうございます。2位わたるちさん、ありがとうございます。1位あつこさん、ありがとうございます。ありがとうございました。みんな午後からも頑張ってね。頑張れ頑張れ、ファイトだよ。応援してるので皆様、バイバイ。ありがとう、見に来てくれて。忙しいのにありがとうね。またいつか。バイバイ。ありがとう。